ははは難しい個性だけどやべえ腕がいや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 もうもう,う肉が丸出しだこれ誰来るの誰来るのこれ誰なぜか来ると分かっていたのに緊張していましたずっとはいどうもアニメレストの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います 今回見ていくのは僕のヒーローアカデミア第11話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。ヒロアカですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第11話ですね。毎日更新でやっているヒロアカも一期が終盤戦に近づいているというかもう終盤戦ですね。はい。まあ13話構成なので、えー、最終話2本手前という中で、しがらきとむらついに前回現れました。さあ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 ガチガチに襲撃を仕掛けてきて、チリチリになってしまった A 組のみんななわけなんですけれども、それぞれの起点でね、うまいことを チヴィラ,ランからは逃げきっているわけなんですけれどもまあ黒霧と信楽名前出てたっけまだ出てないかもしれないんですけどあの2人だけがどうにも厄介飯田君がとりあえずオールマイトを連れてきてくれるということなのでそれまで持つか持たないのかの戦いが続いておりますさあどうなっていくのか楽しんでやっていきましょうそれでは見ていきましょうよーいカドさあ第11話ゲームオーバー ーランンさあ、戦線布告殴り込みさて、イレイザーヘッド。 さあ、このブラックホールめっちゃ強い。<laughs> さあ。これってさあ、改めて、あままあ、いいや。あ <laughs> とで話そうか。オッケー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 。さあ、ここ。 捕獲っていう点においてはでもやっぱりミネタ君の個性強いなでもこう見るとねヒーロー向けではあるのかもしれないサポート向きだけどでさっき言おうとしたことはかっこいいデラウェアあとまあいろいろとスマッシュの種類があるけど特に掛け声っていうものはあれだよね関係ないよねスマッシュはスマッシュなんだよね デトロイトであろうとそして改めて言うんですけど僕はオーバーホール以降はあのざっくりとしかバズったとこしか見てないので多少結論しか見てないのでその過程の部分がよくわからないのでなあ知ったかみたいな発言が出てきてしまうかもしれないその敬意を追うために見ておりますよろしくお願いいたします知ってる じゃないんだよ。一人、遊ぶ。さていきましょう。黒切りも知りたいんだよな。黒切り、黒切り。めきゅうめきゅう。いいね。さあさあ。 どんんどんん怖いんじゃないの？How's come? Do 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 Let's go. さ、あ？あははは。内環境とリンクしてるんだ。 すごい。<laughs> でも。うん。うん。うん。 んんさあ あーなるほどこれでいってしまったゲームオーバーさてそうですやっぱり強いよなもう負けのビジョンがあんまり見えないよなやっぱりこう見てるとうんなかなかさあ完全にでももうこれ 嫌だな。本当に。怖すぎるな。あー。さあ、オールマイトを殺しに来てる平和の所長。あー、降りに来てるわけだけど。まあ、そうだよね。あー。そうだよね。でも、三段があって来たる。 ああ、うん、行動はさあ作、わーお。 さて山岳ゾーン <laughs> <laughs> さあさてうん電気をまとうだけなんだ うん。<laughs> すごい <laughs> すごい宣言だな。さて人間スタンがこれがジローちゃんの。<laughs> 本当にいいね。雷くん、アホの子で。さてわおかっこいい。 ガンパンオブおははははすごい、ピタゴラスイッチ起きてるけど。すごい、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 すごいさあ。ジ郎ちゃん。わー便利だよね。てか、結構、 結構さ、尖ってるというか、難しい個性だけど、わおあ絶縁大かオッケーオッケーさてわーお かっこいい、雷くん。さて、とんでもない火力だな。破れてるよ。あはははは。やばい、しっかりと隠してる。これも大概強いよね。なんか、でも、 さて、あ、雷くん、アホになるっちゃうんだっけあはははあはははかわいい。地面の中嫌がったちょっと、でもなんかこう見るとさ、女性人結構、工夫がいる個性だよね、全員。 ジローちゃんもヤオモモも。さて、アイザ先生。ワオさあ、来た !23 秒。17秒。さて、止められた。 ヤバうわ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 わベリ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 ベ上がれてるうわ筋肉がヤバうわうわうわ肉が丸出しだ サイアバイ。 うわ,うわ、不気味だなこの喋り方うんうわわう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  半歩を取るあ、後ろ <noise> 相性悪すぎマジ でもことごとく相性が悪いさてやばい足がてか背中が完全にえぐれてるちりになって。 庄司君あっかくウォンウォンウェイウェイウェイ 腕、ねじられてる想像以上に黒い。少年しとは思えない苦労さ。東海ゾーン。ああ、爆豪たちか。かっちゃん。 子供でも対処できるレベルだもんねなんか透明になってるよ 遠目逃げるよっちょ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 メレオロンみたいなのがいるちょっと待てやべっあ見えてるわお即気づいたんだアはははは 桐島くん。霧島くん。爆豪の親友。かっちゃんの。さて、ここが一番不安です。ここが一番不安です。大丈夫かな一人だよ。おじろくん。おじろくんって結局尻尾あえてるだけさて、とカやみくん。 かっこいいさてそうそうそうウォー 持ち上げていくやっばいあセロくんナイスキャッチ一本背負いいくんだ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 佐藤くんのジャイアントスイング さあゲームオーバーやべぇ腕がいや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 いグロすぎグロすぎグロすぎ痛い <laughs>

やばい、ストレスでジンマシンがストレスでジンマシンが出てる あら。あら、目が真っ白に。あ、沈められた。

一旦有，呀呜！ 聞いてる消えてるあウケてるースイッチなーあないあ衝撃吸収だっけあ まずっ。やばい、絶望的すぎる。やばいよ。きめ。 オールマイトわわーわ勝利の BGM オールマイト勝利の BGM ああ緊張するなぜか来ると分かっていたのに緊張していましたずっと激高してるよ うわーすれすれになりながらわあ、ちょっとここら辺の流れ覚えていたはずなのにすごい緊張したわでも相沢先生がかっこよすぎる。 緊張感がすごいな。そして一人で何とかし続ける、おじろくんすごすぎるな。そして葉隠れさんどこ行った葉隠れさんの存在が確認できないんだけど、あの、見逃してる前回から気になってたんだけど。よかった、でも。今回みんな活躍してたね。 雷くんって大電か。放電じゃないんだ。ずっと放電だと思ってたわ。<laughs> どれだけざっくり読んでたかがもう浮き彫りになってるな。雷くんとジロちゃんいつもいっ一緒にいるよね。そんな印象が強い。なんか割とコンビで動くことが多いなみたいな。この作品。 いいよな。ジローちゃんの個性かっこよくて好きなんだよな。音。レッツゴー。さて。あー。さあさらに向こうへ。オールマイト。オーケー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 ,オー,ケー。はい。いだけで見終わったわけなんですけど。いや、いいな。もうなんか、つえずね、なんか、 覚えてるはずなのにさ、え、どうなるのどうなるのって言っちゃうよね。これもう緊張感がすごいわ。あー、見せ方がすごい。超いいわ。てか、イレーザーヘッドかっこよすぎるんだよな、伊沢先生。ねえ、普段はあんまりなんかやる気ないぜ、みたいな雰囲気。なんかちょっとダラーっとした担任感は出しておきながら、ヒーローになって生徒を守るってなれば、誰よりもね、体を張るのがすごいいいよね。あー、いやだってさ、あんなにボロボロにして腕へし折られながらも視線だけはヴィランの方向,を向いてるでしょ、こうやって。 そこがね、めちゃめちゃかっこいいわ、ほんとに。すげえいい。超いいよね。マジでいいと思う、ほんとに。<laughs> アイザー先生のかっこよさはね、割と唯一性があるよね。うん。なんだろう、このあり方っていうのはさ、結構、なんだろうな、また名前出したけど、カカシ先生イズムを感じるよね。 うん、普段ダラーっとしてて、でもさ、やっぱりさ、もう事前にさ、個性を消す能力ってあったらめちゃめちゃ強いし、ね、この人は人、ね、生徒のこと考えてるから頼りにしていい人なんだなってわかるけど、やっぱり実践になると、それをなんか肌で感じる感じ肌で感じるのがすごいいいよね。うん、かえ先生もさ、中2試験とかでさ、めちゃめちゃ強いなとか思いながらも、でもなんか遅刻めっちゃするし、ずっとイチャイチャパラダイス読んでるし、 何なんだろうなこの人、本当に大丈夫なのかなって思うけど、ザブザと戦ったらさ、もうめちゃめちゃ強くて、うわ、この先生超かっこいいってなるとと同じ感覚なんだよね。いや、めちゃめちゃいいなーこの、これもう、かかし先生現象と言いませんかもっと昔があると思うんだけど、先生キャラ、ぐーたらっぽい、ちょっとこの人大丈夫かなって思ってしまうような先生が、もう生徒を守るためとなったら、誰よりもかっこいい。うん、そういう、 現象に名前つけませんかうん。かかし先生より前のキャラクターだと誰がいるんですかヌーベイとかもそういうキャラなのかなわかんないけど、僕ヌーベイ知らないからわかんないんだけど、そういうキャラなのかなえでもさ、めちゃめちゃいいよね。すごいかっこいいなって思うもん。あー、いや、いいわ。でもこの見せ方がすごいからすっごい緊張ちゃした。もう、つゆちゃん、あれやべえ、これ、誰が来るの誰が来るのって思ったらさ、相沢先生が消してました。びっくりした本ー、ほんとに。もう、いいわ。 あとは、おじろくは一人で大丈夫なのかっていうのが常に気になっているんですけど、ああ、ジローちゃんたちも描写されたね、すごい、ジローちゃんの個性好きな、好きなんだよね、かっこいいんだな、あの、音波で戦うっていうの。めちゃめちゃいいよね、超いい、超いい、超いい,いい。めちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃ素敵っていうところでもあります。はい、というわけで、まだ特段ね、こう、引き出しがあまりないので、僕も。あーあー、でもやっぱりジローちゃんはとても素敵な子だなって思いながら僕は見つめています。はい、というわけで、まあでもやっぱりこう、改めて見ても、やっぱりリアクション中も言ったけど、やっぱりピーキーな個性が結構多いというか、 工夫がいる個性が多いよね。なんか、男子はさ、結構なんか個人で完結してるような強いなっていう個性が、パッと見でわかる強い個性っていうのはあるけど、やっぱり八百モ,モとか、つゆちゃんとか、 ねえ、ねえ、ジローちゃんとかも含めて、ちょっとやっぱり活躍させるには工夫がいるよねっていう個性が多いよね。おちゃこちゃんが一番シンプルイズベストでつなんか分かりやすい強さを持ってんじゃないあとアシドちゃんか。この二人がやっぱり分かりやすい強さを持っている個性だなっていうふうに思うけど、うーん。なかなかね、やっぱりこう派手さというか、かなり、なんて言ったらいいんだろうな、こうトリッキーな個性だよね。うーん、イヤホンジャックもね <laughs>、めちゃめちゃかっこいいけど、あれだってやっぱりスーツをしっかりチューニングしないとね、全然、 勝てないやっぱりだって直接刺してもう黙らせるぐらいしかないもんね爆、ね、音で音を鳴らしてもう体をもう脳震とのようにさせるぐらいしか戦いようがないわけだもんね雷くんとかすごい分かりやすいからねとりあえずぶっ放しがいいでしょみたいな轟くんはまあ言うまでもないし爆豪霧島も2人ともめちゃめちゃ強いしうんなかなかいいですねっていうところなんかそこら辺で差別化してるのかなっていうのもすごい伝わっていいよねうんいやいやいやまあでもとりあえずとりあえず次回ですよゲー ゲームオーバーかと思えばコンティニューだ。このコンティニューだのさ、あのコンティニューだのさ、あの流れとかもすごい印象に残ってるな。めちゃめちゃいいわ。しがらき最初あれだよね。てまんてまんってずっと言われてたよね。<laughs> この時にはまだね、やっぱりしがらきとむらというね、この男の、なんだろう、生き様じゃないけど、この厄介さっていうのはね、はっきり見えてきてないから。<laughs> あいつやばくねてまんやばくねみたいなことをずっと言われてたけど、今はどうなんですか そういう、なんだろう、別称というかね、なんかちょっとした愛称で呼ばれてる。今はもう、しがらきは、なる人はなってんのかな結構過去とか描写されてるんだよね、しがらきはね。あーん、トムラーンっていう風になってるんですかどうなんですかね同情できる敵役だったりするのかなはい、いろいろ気になるところではありますけれども、次回も楽しんでやっていこうと思います。以上、ひろあかでした。バイバイ。